ホームメイド家族、ホームメイド家族、ホームメイド家族は 2MC プラス 1DJ スタイルの日本のヒップホップグループ。エンズエンターテイメントに2016年まで所属していた。メンバーの身長が大、中、小と大きく分かれており、歌詞の中にもしばしば大、中、小という言葉を用いているのが特徴である。主に愛知県名古屋市を拠点として、 音楽活動を行っている。帰国子女だったマイクロとクロがナムサン大学で出会い、1996年結成。アメリカですでに本場のヒップホップに染まっていたため、日本に来た当初はまだカラオケで歌われるようなヒップホップが無。後にヒップホップブームが来た1990年代中盤にも、日本語ラップ自体も彼らには格好欲は響いていなかった。 しかしライムスターの作品に出会い、日本語ラップでも格好良い表現ができることに気づいたという。1999年、優先放送フレッシュミュージシャンコンテストで、ドンピシャが最優秀賞を受賞。その楽曲を含んだテープアルバム、ホームメイド家族は1000本を完売。その当時のグループ名、ホゼ・クロ・サンボが放送コードに引っかかると聞かされ、テープアルバムのタイトルから、 ホームメイド家族に改名。2001年に MC の一人であったホゼが脱退し、現在のメンバーで固定される。リーダーは黒。2002年に自主制作でアルバムを発表。2004年アルバム、おー、いえ、でメジャー進出。その後、サマータイムマジック、合言葉をリリース。そして2005年1月、サードシングル、サンキュー、をリリース。この曲は、 アニメ、ブリーチのエンディングテーマに起用され、ホームメイド家族の代表曲となった。さらにインディーズからの人気曲である、ホームスイートホームをカップリングに使用。オリコンランキング15位を記録。その後新曲、ON The RUN も含んだ、ファーストアルバム、Rock the World が、オリコンランキング初登場5位のヒットを記録。その後、少年ハート、アニメ、公共詩編。 エウレカセブンオープニング曲、ジョイライド、無謀な運転、旅という意味、サルビアのつぼみをリリース。そして、セカンドアルバム、ミュージケーションをリリースした。脱退したホゼは、HB というユニットで、メジャーデビュー。現在は、黒の弟アツシと、スメルズグッドというバンドを組み活動中。メンバーのことを、ハムクと表現するが、H、ホゼ、M、マイクロ。 K, 黒 U, U1 の略であり、ホゼ脱退後は、H, ホームメイド家族とも言われている。再結成する、コメコメクラブとコラボレーションし、コメコメクラブ再結成企画の一環として、彼らのヒット曲、合言葉と、コメコメクラブのヒット曲、アブラカダブラをミックスした、マッシュアップ曲、合言葉は、アブラカダブラを制作。この楽曲は、 トヨタ BB の CM ソングに起用されている。地元、東海地方の地上デジタル放送推進のキャンペーンソングとして第1弾、ライズシャイン第2弾、フロンティア第3弾、ラーキング・フォーユー第4弾、未来往来を書き下ろした。2010年10月には、世界で一番家族に優しいフェスをコンセプトに、野外音楽、ライブイベント、 家族フェス。2010年から2012年までは、家族フェスと表記を愛知県甘氷市のラグーナが甘氷、ラグーナビーチ、大塚海浜緑地で主催。以後2010から2013年は10月に開催されている。2015年は気候などの状況を鑑み始めて5月に開催した。2014年は開催していない2016年は初の2デーで開催された。 2016年5月28日土曜日29日日曜日に開催。なお、初の2 d a では大ファンの誕生日でもあったようで後に生まれて良かったと強く実感できる最高の誕生日になったと語っている。2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興応援イベントとして東海地区のアーティストや財務へのテレビ局、ラジオ局などが協力し合い、 東北へ元気を届けたいという思いから始まった、届けよう。東海から元気を。東日本大震災復興応援チャリティーイベントを中心的に毎年行っている。収益金、募金、イベント当日に販売されるオリジナル T シャツの売上金は、第1回目は名越しを通じて、中央共同募金会、第2回目、2012年、第6回目。 2016年は公益財団法人道の組来基金に寄付をしている。2012年、地元愛知県公認の愛知音楽大使にも移植されている。2013年、広島家族 RCC をキャッチコピーとしている中国放送のラジオジングル曲 Family Wave を提供する。2014年にはメジャーデビュー10周年を記念主発のベストアルバムを呼び、 初の公式リミックスアルバムをリリースしている。2016年内をもって、ホームメイド家族をさらに、レベルアップさせ一生を続けていくための休止期間として、無期限活動休止を発表。12月21日から、ツアー、ホームメイド家族ザラストリブ家族のみんなに心から、サンキューを開始。そして、12月29日大阪ゼップナンバでの、 ラストライブをもって無期限活動を休止した。ラジオ。テレビ。インターネット愛知県出身のラッパーは他県に比べ比較的多いと言われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。